30入れとく、入れとけ。せーの、チャンス。やってくださいよ。な、な、何よ、はい、もう何でもやってくれるようになる。昔何にもやってくれなかった。今は何でもやるよ。何でもやるでしょ。昔あのロミって踊ってましたもんね。そう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 、わがままでな、わがままで丸くなりましたね。丸くなった丸くなった、ね、清原がいたな、一緒に飲み行った時六本木、お前覚えてない？お前が六本木のお店で知り上げるから行った時、清がいて、いきなり飲み屋トークですか。あれは忘れられないんだよ。そうですか、ミスタータイガース、うん、暴れてたな。あ、ね、フェラーリは壊すしね。フェラーリは壊してないんだよ。事故したじゃない。いや、事故してない。フェラーリじゃないんですか。じゃないんだよね。何ですか。ポルシェ。かっこいい。タードでしょ。いや、あの時はまだね、911S デラックスっていうね、あの、ちょっと真っ黒、まだ黒がね、走ってない時代、大阪に2代目の黒。本当ですか。ゴキブリみたいだったね。いや、でもそれがね、今黒のポルシェは主流でしょ。僕はまだ22か1か2ぐらいの時に買ったんだけども、もうそのお店に行って、加計さんこれから黒だと思いますよって、黒のポルシェですかとか、黒かったよ、黒かったのよ。加計さん、あのものすごい税の贅沢三昧してましたよね、現役の時な。一番の贅沢って何ですか。いやいや、でもやっぱりあの食事じゃない、食べること。どんなもん食ったんですか。まあ基本的には肉だよな。いや、肉って高い知れてるでしょ、金いかないでしょ。あ、じゃあ飲み、あのね、飲み、あ、やっぱりあのー、まあ新生さんなんかと番組やってる時に、まあ、こういう話したことあるんだけど、食べるだけだったらどんなに高くても10万出す食べ物はないってわけだ。5万で食えるでしょ、でも1人ね、どんな高くても1人で。じゃあこれがワインが入りました、そうなると高くなるよね。ワインか。ワイン。どのぐらい飲みますか。だからロマネコンティとか何本飲んだことあるよ。いくらぐらいですか。あのね、当時はね、あの江川がとロマネコンティの話をして、ロマネコンティを飲んだことなかったの。で、ロマネコンティ飲むんだったらホテルだなと。で、大阪のホテルニューオータニに取ってもらって、部屋でロマネコンティ持ってきてくれと。びっくりしてたでしょ。びっくりだ。なんか鍵がかかってるので値段知らないから、鍵がかかってる、値段知らなくて頼んだ。頼んだ、美味しいからもう一本買ってたので。本当ですか。本当本当。で、いくらで来たんですか。当時でロマネコンティ60万ぐらいだったんじゃない。1本、うん、120万。今100万200万ですだろ。でしますね。するよな。いや、美味しいですよね。美味しい。いや、これね、もう色もなんか綺麗でな、香りが出た瞬間のね、テレビとかでやるじゃないですか、ね、どっちが高いか、ね、あんな安いのと格安としては違いますもんね。違う違う、それはすぐ分かりますもんね。そのあのロマネコンティの香りっていうのを、それって色ね。いや、だから江川と出会い、まあいろいろ付き合いがあって、ワインうんぬんっていうのを話をした時に、タイガースって意外にそういうの早くて、僕は21、22の合宿にいる頃にワイン講座ってやってくれたことあるの。どこですか。合宿所で。オフですか。うん、なんか女性の先生みたいなのが来て、体にいい飲み物ですと、飲みすぎには注意してくださいと。で、グラスもこう持つんじゃなくて、この長いこう持って飲みなさい、音が変わらない、変わらないって。そんなもん先生、一気に飲んだら一緒じゃないですかって後ろで言ったんですか、うん、そういうこと言っちゃいけませんか、加計さんって言われ怒られたけど、じゃあ、ちゃった。だから毎年開幕は新しい車が出たからね。あ、どの車も好きなの。昔はだから歩くといろいろ取られたからな、六本木阪神なのに